そしてトラップ何だったかな。もう気にしなくていい気がしてきた。確かに UFO キャッチャーアームだったよね。で木馬だったっけ、電撃球化だった気がするけれど、まあ大した違いはないか。よし、じゃあ行きましょう。グリちゃんの装備構成がエグすぎるんだけど、強力なのしか持ってねえぞ。ヘアトラップは一切なしか。うわどうしよう。まあいいや。こうやって時間稼ぎもできると。おっと危ない。こっち来てる気がする。おっと、なんて真正面にいるんだ。あーくそ、向こうか。2つ、あっしまった、自分で仕掛けたやつだこれ。ああ美濃来てるだろうな。よりによって、あっくそしまった。あれ、危ない。あ、よかった、近いんだよな基本的に。トラップコンボを決めに行く余裕なんてねえよ。くそ、でここで貴族の少女が出てきて、あーもう罠構成覚えてねえな。いいか、本編と同じ罠構成にこだわんなくても。じゃあ使いやすい感じでいっか。でも使いやすいって言ってもこのまんまでいいよな、多分いいな。よし行こう。シャルビーダンス。シャルビーダンスも面白いって聞くけれど、まだ見たことがないんだよな。わっ、いかんいかん、くる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 、きた、きゃあーらら。これであとはあの子は持ってるの。うわーっとバカだ、またやった。いや
スライムこんな攻撃持ってるんだ。ひどい。こっち来てるよな、これ。ほら来た。なんかミノタウロスの動き方がだんだん分かってきたぞ。あっと、あっと、やばい。こんな早い段階で。ちょっと倒されてくれないかな、早く。しまった、しまった、こっち来る。なんでバカなことしたんだ。あ、しまった。こっちはこっちで。早く終わってくれませんかね。後が疲れてるんで。まあこっちはおとなしくゲージ下げるか。全裸でアーマーゲージって何を意味してるんだろう。長くないっすか。あれ？え？ちょっと待って、ゲージが全く動いてないんですけど。いや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 、オーラルセックスをどんだけ眺めていればいいんだよ。それを見ながら G 行為。ああ、もうゲージもなくなっちゃった。どうしよう。謎のピッキング、これ角度的にすごいあれなことをしてるように思えてくる。後ろとかね。でもこれ終わるにはどうすればいいんだ。まあ自殺するのが一番手っ取り早いか。長いけど確実に死ねるからな、これ。あっという間に浴場ゲージマックス。 ESC キーとかさ、ダメか。でここ扉閉めるじゃん。スパンキングハンドセットするじゃん。4コンボ。ほらね。これちょっとね、エキスパートモードやっぱ難易度高いせいで浴場ゲージ溜まりやすいし、ヒットポイント減りやすいしってなってるんだろうな。 UFO キャッチャームが即死トラップじゃねえかよ。怖いわー。 やっと倒されることが、自殺ができた。これはなんか納得がいかんよな。そらショックだよ。あれ、やっぱ賞金少な。わ、再生のセリフとかもあるんだ。なんかもう攻撃しない、直接攻撃しない縛りはいらない気がしてきたな。
番下から取るか。もう2部屋した。よし。先に開けといて。あぶな。あーっと、この野郎。しまった。これや、あぶな。よし、今のうち、今しかない。あっ、俺がうっかり間違って仕掛けた罠だ。わーいっと、うっかり。うわ、遠い。回収してもその後無事にゴールに行けるか。このバカ。助ける感じにも。うおお、しまった、こっち来るわ。これこっち来てるな、こっちだな、狙われてるの。逃げるのはだいぶ慣れてきたかな。うわっ、間に合わなかった。エキスパートのミノきつすぎるわ。でね、エロ攻撃が長すぎてなかなか落とさせることができないんだよ。だからなんか知らんけど適度に割り込んで助けないと長引く。エロに走りすぎなんだよこの野郎。あっ、恩知らず。ミノタウロスに対しては物理攻撃が意外に有効。うわっ、届いた。なんで届くんだ。うわっ、そっち行けよ。ちょっと俺もゲージをちょっと抑えとくか。まずい。ワープしてきたミノタウロスに襲われる。ああ、判断が遅かった。
これエキスパートの方が通常攻撃の重要性高くないか。なんで今蹴っちゃったんだろうな。ナイフでよかったのに。うーわ、まずい。 いらんことするんじゃなかった。あ、終わった。絶望だわ。なんつうかさ、落とさせなきゃいけない上に、トラップコンボが6人トラップコンボを決める余裕がないから、ああもうやられた、喋らせて。トラップコンボを決める余裕がないから宝を落とさせるのも大変なんだよな。ほんとマジに。あーっと、誰だ仕掛けたの。多分俺。マジか。あとアーマーブレイクで発生する無敵時間、もう少し分かりやすくしてくれませんかね。あっね、こっちのナイフ攻撃は届かない力でもミノタウロスの殴りは届くというこの理不尽。いや、体格差を考えれば当然なんだけど、バイタルは回復しないし、でアーマーブレイク使ってもさ、バイタルすぐに戻るわけじゃないからさ、エキスパートでアーマーブレイクで何か意味あんの。マジでもう倒されてくれる。うわ、もうエロ攻撃に走った。あれ、しかもまだ生きてる。あ、決まった、これは決まった。で、あとこの時点でもう宝は落としてほしい。だって回収する余裕ないもん、マップが広いからさ。ああ、浴場ゲージマックスになっちゃった。噛みつかんでやるってなかなか。来た、急げ。やった。そしてエロ画像である。あー、大変だったわ。頭脳使ってないけどな。